ということで始めたいと思います。ペルソナ3リロード。うちはですね、ペルソナシリーズは5だけやったことがありまして、ペルソナ3が、リメイクされたということでやってみたいなと。おお、やばい、めっちゃワクワクする。おお、主人公どこだろう。ここなんかいつも舞台があるんだよね。なった瞬間こんなことがあるんですか。え？月がなんか楕円型みたいになってた。え？なんか血だまりみたいになってた。え？なになになに？主人公、おそらく主人公無反応すぎんか。到着が遅くなってしまった。目的地の寮に、寮なの？名前は岩戸台分寮。これからお世話になる学生寮だ。この先にあるはずだが。いや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 、鈍感すぎるでしょ。どうしたどうした、なんでそんな。おー、これ明らかなんかちょっとやばいよ。だって真っ赤だもん。なんだ、トマトジュースかじゃねえんだよな。こんなに大量にトマトジュースがぶちまけられてるのも問題だろう。なにこれ。え？なんか、棺桶みたいな、なに？棺桶のような物体。これは、棺桶だろうか。普通、平穏。平和、平和。なんだ、なんだ？どうした？もうちょっと驚けよ。デスゲーム？誰？え？この時間にどうして？まさか。待て。え？あ、明かりが。到着が遅れたようだね。はい。彼女は竹葉ゆかり。おお。この春から2年生だから君と同じだな。あ、よろしく。竹葉です。ゆかりちゃんね、ゆかりちゃん、よろしく。なんで銃を。え、あ、なんていうか趣味っていうか。いや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 、今抜こうとしたじゃん。だって、あ、いや趣味なわけないや。なんかうろたえてる。世の中物騒だからな。ご信用といったところさ。マジ？もちろん弾が出るわけじゃない。え、意味なくないそれ。
待て。主人公。やはりか。やばいやばい、頭打ったから頭痛い。もしかして当たり前だよね。え、からオルフェウスを手に入れた。ああ！来ないで！ユカリッチ。守らなければ。わあ！いや、かっこよすぎる！あのシャドウ、さっきのやつの破片から？おお本能とか言うんだ、アギ。え、ちょっと待って、これもしかしてペルソナ発動するために自分の頭を打ち抜く系？やばコスパ悪っ。おお、怪物たちは消え失せた。あ、頭打ち抜いたから。大丈夫？ね、ちょっと。ねえってば。起きてったら。やばいやばい。これもしかしてあれか、ユカリッチも本当はペルソナ出したくて銃を構えてやろうとしたんだけど、できない、無理だってなってたってことか。それぐらい怖いってことか。お目にかかりました。